よせよごせ。はい、あのジャップ、小学校の時、あの、白と赤の帽子を真ん中にして、ウルトラマンにしてたやつ、いるよね。はい、どうも、ゴゴスゴス系配信者のよせよごせです。昨日、最後の動画で言った通り、今日はゴーセル抜きのウサギヘルのパーティーを紹介していきたいと思います。で、皆さん、ゴーセル入りのウサギだと、まあ、インベンジョーアローが引けなかったり、デリエリを2体入れてると、ちょっと噛み合わなくて、クリアできないとか、まあ、手こずってしまうっていうことあるんですけど、こういうのパーティーだとそういうことがないので、こちらのパーティーで遊んでいきたいと思います。で、僕のパーティーはこんな感じですね。エスカノールで必殺下げと火力枠で、デリエリで火力枠、ここデリエリはもうマメリでも大丈夫です、ない人は。で、裏にアーサーですね。アーサーはバフ要因で、あ、裏じゃないです、表にアーサーで、裏にジェリコですね。ジェリコは攻撃力アップです。で、相手方のパーティー、こちらビュアさん、リップズのビュアさん、よろしくお願いします。デリエリがまず火力枠ですね。あとマメリも火力枠で、メラスキュラがこれ、あの特殊戦技がめちゃくちゃ強いですね。あとは吸気スキルで、まあ、ほぼ死なないですね、メラスキュラ入れてると。で、1体もし倒れてしまってもその1体分は大丈夫という形になります。で、こんな感じのパーティーでいきます。1人がバフ、1人がメラスキュラみたいな感じでいきます。それではいきましょう。お願いします。いやん、はい、お願いします。基本的に最初はマメリで攻撃していきます。デリエリがいる場合、このパーティーの場合は最初はマメリで攻撃していきます。で、バフが、来た場合、バフが来た場合はバフで攻撃します。あ、バフで攻撃じゃない、バフで全体をアップさせていきます。はい、じゃあ僕の方はとりあえずデリエリで攻撃しますよね。天下をまず打ってもくれるんで、ここから僕は攻撃をしていきます。で、こんな感じですね。エスカノールの札は基本はちょっと取っておきます。まあ、バフがかかってからの方がエスカノールが強いんで、基本は取っておきます。で、デリエリの札、この最初の時点でこんぐらい削れるんで、とりあえず次デリエリの札が来るか、あ、来ましたね。で、ここでとりあえずバフが来ないんで、デリエリ攻撃で次は硬い硬いで、次デリエリ強化攻撃のエスカノールでいいかな。この吸気がめっちゃ強いんですよね。で、これでいいかな。この吸気が相手の HP を全体を下げるというあれなんで、めちゃくちゃいいんですよね。で、まあ、デリエリ入れてると結構ね、かなり楽なんですけど、強い、めちゃくちゃ強いですね。メラスキュラもね、今ね、ビアさんの攻撃力が1万4000ぐらいいってましたかね。まあ、でも1万4000はあの鍛冶屋さんとか使えばなんとかいけない数字もないですので、皆さんも頑張ってみてください。よし、ここでバフが来たらバフつけていきます。で、バフをつけ、ここは僕のデリエリで一回飛ばしときますかね。一回ちょっと飛ばしときます。で、次僕が必殺打ちます。まあ、必殺打つとかは何か、こういう必殺任せましたとか、必殺打ちますっていう、まあ、アウンの呼吸ですね、これは必要になっていきます。だから、あのクイックチャットのとこに必殺打ちますとか、私が先打ちますとか、そういうのを打ってもいいかもしれません。で、ここで重要なのが、相手が先にデリエリを攻撃で打つか何かしないと、デリエリのバフが切れてしまうので、ここ相手を先にバフ打ってもらいます。で、エスカノールは基本攻撃されても全く効きません、これ見てもらった通り。なんで、バフが銀バフでも全然大丈夫です。で、デリエリは回避がついてるので、デリエリも攻撃されません。だから、このパーティーはほぼね、負けるのがね、少ないんですよね。で、これやって、こうやって攻撃していきます。で、もしいけなかった場合の今はマメリを必殺打ってくれましたね。多分これで必殺は大丈夫だと思うんですけど、はい、コンボステー、素晴らしい、 OK。 で、まあ、これで次はビュアさんの方の必殺を全部ぶっ破して終わりっていう感じですね。これかなりね、早く
早いし事故ることがない、そして楽ちんっていうのが3拍子揃ってていいですね、これは。ということで、じゃあこれで美和さんの方が必殺打ってもらって終わりって感じですね。でもし多分デリエリで飛ばせなかった時のためにマメリとメラスキラを残していたって感じですね。今多分飛ばせると思うんですけど、大丈夫かな。あー惜しい、いける、ナイス、見せ場を作ってくれましたね、ありがとうございます。こんなパーティー、デリエリ入りはこんなパーティーで、皆さん行ってみてください。まあ、見てもらった通りね、危なっかしいとこがねほぼないんですよね。例えばアーサーが一旦目に倒れるとか、そういうのも基本は大丈夫です、ないです。というか2ターン目で倒すこともできるんで、バチバチに攻撃していけば2ターン目で倒すこともできます。なので皆さんもこのパーティー、参考にしてやってみてください。野良の方でもね、なんとか連れてっていきたいなって思う人もコインキャラだけでいけるので、皆さんもやってみてください。もしあれだったらデリエリなしのパーティーも、出したいと思うので、皆さんチャンネル登録高評価お願いいたします。バイバーイ。